聖徳太子ってさ、やっぱモテモテだった？ええ、モテモテでしたよ。即答！それって人妻にも？もちろん、老若男女問わず人間以外の生き物たちにも大層好かれておられました。太子は救世観音の化身、この世のあらゆる苦しみから救ってくださる観世音菩薩ですから。ねえねえ、どうやって、どうやって人妻に好かれたの？どうとは？なんかコツとか極意みたいなの。誰も教えてくれないんだよな。だから教えてほしいの。極意？そこにおられるだけで常に好かれていましたね。え？そこにいるだけ？本当に？ええ。